はい、今日もあなたとポンポンカッター、あ、違ったね、今日もあなたと百姓天国本日は1月6日土曜日ですね。さあ、そんなことでね、大根の種まきです。春大根の作付けもね、佳境に入ってきております。だ、1,2,3,4,5,6 番手ですね。春大根の6番手の種まきです。もう6番まで来ましたね。今日まくのがおそらく4月の終わりか5月だと思います。はい、ちょっとわかんないですけど、はい、株間は20から30ですね。あんまり大きくしたくないので、できるだけ密植栽培でね行くことにいたします。あれが必要だね、ペグね。寒い、急に寒くなってきましたね。よいしょ。全然ちょっとね、話余談ですけど、先ほどの、ね、ハウスね、法人さんのね、社長さんから連絡いただいて、それで見に行ったんですけどね、ああいった形でね、そのまあ地元のね名士さんになると、ああいうふうにこうやらないかっていう話がこう全部こう情報が入ってくるんですよね。はい、でまあね、それに対して僕らのようなね、本当にこう必要なというかね、ところにはそういうのは入ってこないわけですよね。まあ、どこの馬の骨かわからない人にはね、なかなか貸したがらないっていうのがあるので、全部そういうね、田舎というのはそういう知人ね、縁故、いろんな形でそうやってね信頼関係でつながってますから、そこになかなかね、私たちのような新規就農者なかなか入れないっていうのはね、それはもう致し方ないことでございましてね。なのでね、どういう人とつながっていくといいのかっていうのはね、そういうことなんでございますね。でこのね、本人さんは本当に広大な農地とかをお持ちでね、ちょっと離れたところにあるんですけども、伊賀上野って分かりますかね、そちらにね本当に10ヘクタール単位で農地を持ってらっしゃるんですよ。でそこでね、百姓農園さんの YouTube で入植者をやる人募集してくれないかっつってね、ちょっと連絡いただきましてね、今度撮影しに行きますけどね、まあ、昔ね僕がそこをやろうかなと思ったところなんですけどね、ちょっとあまりにも広大でね、ちょっとあれだったんですけど、本当にね畑はね10ヘクタール単位で空いておりまして、ね、少なくともそこのね、2ヘクタールから4ヘクタールぐらいをねやってくれるだけでもまあね助かるというようなね、もちろん堆肥は使い放題ね、機械は揃っておりますということでね、どなたか新規就農者でね、そういうの興味ある方あればね、連絡いただければと思うんですけどね。だからそのね、農地はいくらでも空いてるところには空いてるんですよ、もうね。もしね、だからそういうのに興味ある方おられればね、ご連絡いただければと思うんですが、今度ね時間あった時に撮影してきますので、まあだからね、本当にコメントもいただきましたけども、まあそういう意味ではね、田舎はそういう信頼関係で成り立っているので、そこにね僕らみたいなこうね何の関係もない人が入ってきてっていうのは、どうしても年数がかかるんですよね。はい、でやっぱりそれって一つにはね、新規就農者がちゃんとねプロとしてね食っていけてるっていうところを示さない限り、まず無理なんですよね。はい、で結局ほら、田舎の人ってそういう意味では入ってきてね、新規就農で入ってきて草だらけにしてね逃げるとね、いなくなっちゃう。私もそういうねパターンは山ほど見てますから、私自身もねそういう人に関しては非常に冷たいです。はい、一切応援はしませんね。実際にそういう風にね、千葉時代でもね、まあ何人かというか、まあいらっしゃいましたよね。私は一切協力しませんね。だってプロになろうと思ってないんだもんね。
そういう人ではねやっぱ困るんですよ。逆にそういう人が私の隣にね、例えば隣これもしそういう人が来てですよ、ここ腐ったらけにしてね、なんとか農法とか言ってやり始めたらね、申し訳ないけど私ははっきり言いますよね、出てってって、うん、迷惑ですって。冗談じゃないよね、こっちはプロとしてやってんのにさね。だいたいそういう感じの人はね、こうジーパンかなんか履いてね、なんかおしゃれな帽子でも履いて、なんか仲間とキャッキャ言いながら種まき、別にいいですよ、いいんだけど、だったらその土地を買ってね、迷惑にならない形でやってくださいよってことなんですよね。でそういう人たちはほとんど周りの草は絶対刈らないわけでしょね。でそういう田舎のね常識やルールを全く気にされずやるので、申し訳ないですけど、そういう人は私はね、田舎の人以上に私は辛辣ですよね。私も同じ立場ですから、同じだと思われたくないのでね、田舎の人がそういったことをねあまりはっきりとは伝えませんけど、僕はもうはっきりどころじゃないのでね、出てってくださいってはっきり言いますね、迷惑ですって。よいしょ。でね、例えば補助金だとか助成金とかね、いろいろ農業関係ありますけどね、北海道行った時にね、結構そうやって大規模にね、まあ5桁以上だから億円単位ですかね、借りてよそから来た人ですよね。でそれでやっぱり逃げちゃってるわけですよね。そうするともうその地域では2人目ってないんですよね、もうできませんよね。なのでそういう悪しきねものを残してしまうと、まあ本当に次にやる人がねそこの場所ではできないわけですよ。お金借りてそうやってねどうのこうのっていうのはね、本当にだからひどい話ですね。そういう人が一人でもいるとね、もう難しいんですよ。だからいつも言いますけど、すべてねやっぱり自己責任でね、きちんとした形でやっていかないと、当たり前のことなんですけどね。だからちゃんとね農地を借りるんであればね、それなりのその礼儀とねあれでもってやるっていうのは当たり前のことなんですけど、それがね分かってない人は意外とねいますんで、まずね絶対に草だらけにしちゃダメですね、当たり前のことなんですけど。例えばね、なんとか農法でやりたいんだったら、自分の畑の中を草だらけにするんだったらまだしもね、だからまずその人様の境とかね、そっからきれいにしないとね、自分の畑の中はまあ最悪草だらけにしてもね、周りの人が何も言ってこないんだったらまあいいかもしれないですけど、端っこ境はねちゃんと草刈ってやらないとダメなんですよということは当たり前のことじゃないですか。それは田舎の人、それは怒りますよ、私だって怒りますよ。あー寒い、今日寒い、急に寒くなってきましたね。だからね、まず一番大事なことはね、きちんと田舎に行ってね、畑を借りたらそこを耕してちゃんとそれをね生産して管理して販売して、それで生計を立ててくださいね。それをちゃんとやってれば田舎の人はねちゃんと認めてくれますね。農業というものがいかに大変でね、どういうものかということは皆さん以上に知ってるわけですよね。なのでね、おーやってきて3年でなんとか食えるようになったかと
ああ良かったって言ってくれる人は必ずおりますね。私自身がそうでしたからね。5ヘクタールぐらいを超えたあたりからね、もうどっと農地をやってくれやってくれって言われてね、それまでもほとんどね私も無視されてましたけどもね、そうやってちゃんとねヘクタール単位である程度ねその地域の一部をね担っていくことができればちゃんと認めてくれるようになります。当たり前ですけどね。ちょっとあそこの畑使わんかとかね、こういう機会があるけどどうやとかね、いろいろね、よいしょよいしょ、はい、大根種まきしましょう。今年はまだねこちらも全然なんか雪もパラついてないのでね、去年12月の終わりぐらいになんか雪降ってね結構えらい目に遭いましたけど、今年は明らかに暖冬ですね。はい、マークのねトップランナー品種が変わりました。 3.5 足りるか、撒いたらね、いつものようにパワーパワーベタガー系、そして穴開きトンネルですね。ここからはねできるだけね遅らせたいんですよね。このもう2ベッドは撒いてますから重ならないようにね、今度は後ろに引っ張るってことですね。前倒しじゃなくて後ろに引っ張るね。種小さいな。人差し指が使えないのはねちょっと難儀なんですけど、使えるか。明日人参の種まきですね。で、できれば葉物までやっちゃいたいですけどね。もうどんどんね、この時期はもう1月入り、年明けましたんでね、もう間髪入れずね、何でももう撒いて、何でも植えていいわけですよ。ね、春はね、春の野菜ですよ。この時期にナスとトマト植えちゃダメですよ。それはわかると思うんですけど。で、もちろんね、すべてトンネル張らないとできませんよ。ね。もう今やらないとね皆さん春間に合いませんよね。それは分かりますよね。春が佳境に入ってきたということでございますよね。春の野菜はね佳境でございますね。本番を迎えましたね。まだまだね長野県とか山梨とかね北海道とか寒いところはまだまだねもっと先ですよね。3月とかならないとね種まきできないと思いますけど、雪に覆われてね、まあしょうがないですよね。それはねそういうところなのでね、そういうところにで農業始めちゃったわけだから。
だ、二つ町。よいしょ、はあ、お、撮影してましたね。特に話すこともないんですけど、よいしょ、よいしょ。僕が感じることですけどもね、どうしてもね、人間ですからね、刹那的な快楽やね、快適な状況を求めるというのは当たり前のことじゃないですか。お腹が空いたらね、食べたくなるし、それはもう人間である以上しょうがないんですよね。で、だけど、例えばそのなんていうのかな、その刹那的な快楽の延長線上にね、人生の目的の何かを置いてしまうと、やっぱりどうしてもなんて言ったらいいのかな、まあ薄っぺらいものにならざるを得ないですよね。だからやっぱりね、それとは違うということをやっぱりちゃんと認識した上でね、もしね、生きる目的っていうと大げさですけど、それを設定しないといけないということをはっきりとね、自分の中でやっぱり分けないといけないよなっていうふうに思うわけですよ。で、できればそれはね、年取りは分かるわけじゃないですか。私のようにね、もう50、60となってくれば、今までの人生を振り返ってね、今まで何が自分にできてできなかったかっていうことははっきりと分かるわけですよね、この年にくりゃね。で、やっぱり酒ばっか飲んでてですよ、大した仕事もできなかったってなれば、それはこの年になれば後悔するに決まってるわけじゃないですかね。で、やっぱりそうじゃなくて、やっぱりある程度何かの自分の目標を決めてね、そしてこうある意味頑張ってやっていかなきゃいけないわけですけど、だからその意味でね、そういう刹那的な快楽だとかを人生の目標にするのではなくてね、やっぱり、感動することを人生の目標に掲げるということが僕は一番大事なことだなと思うんですね。で、感動することってね、それが自分の人生の目標だとすると、その感動することというのはね、2つあるわけですよね。それは1つは感動、例えば映画を見てね、感動することね。で、何らかのそういったね、活動をやっている人とか、まあまあ、なんか何でもいいですよね。人を救う仕事でもなんか分かりませんけどね、そういうところに参加したらそれは感動することもあるでしょうけど、それをね、人のそのね、映画なんかまさしくそうですけど、お金払えば見させてもらえるわけじゃないですか。で、それをね、そういったものをたくさんね、見たり感じたりすることはもちろん素晴らしいことだし、いいことですよね。だけどそれはレシーブなんですよね。受けるってことでしょ。で、もちろんその感動も心が震えることはあるでしょうね。だけれどもね、それをやりつつ一番感動するもの何かって言ったら、自分のゲームなんですよね。で、それは第三者には分からないんですよね。何でもいいんですね。自分が一生懸命一つの仕事をやってきて、それをね、達成した時には別に普通の人から見ればね、大したことではないんだろうけど、あなたが感動すればそれでいいんですよね。そしたら何かがやってくるでしょ。で、それはあなたにしか味わえない、つまりあなただけの感動、心が触れる何かというのが多分一番人生を生きていく上において成長すること、魂が震える、魂が喜ぶことなんだろうっていうふうに僕はそう思っているんですね。
例えば自分のことで言うとね、僕は2019年の、まあ近々のことで言えば2019年の12月にね、関東の畑を出て、そしてこうやってね、今4年経ってこの三重県のこの土地に流れ着いて、そして畑をやってますね。でいつかね、時間があった時にその関東のね、やってた畑に行きたいなと思ってるんですけど、僕もそんな暇じゃないしね、まだ今僕がね、何かこう手にしてるね形ではないので、まだ行けないなと思ってるんですよ。でもね、いつかそうやってね、これだったらいけるなって思うタイミングでね、もし行った時にはね、かつて僕がそこのね、なんてことのない成田空港の周りにある、なんてことのない何百枚何千枚何万枚とある中のたった何枚かの畑じゃないですか。でも僕はそこにね、かつて自分の魂と何かを込めたわけじゃないですかね。だとしたら、その畑に立った時に多分僕は感動するのかもしれない。何が起きるのか知りませんけど、多分それは僕にしかわからないわけですよね。でそれが多分生きるということの意味なんだろうと僕は思うんですよね。なのでそれはね、本当にその畑は僕ね、今違う人がやってるかもしれないけどね、あのなんてことない畑に立ってね、僕にしかわからない何かがおそらくやってくるんだろうと思うんですよね。でそれが多分ね、自分のやったゲームですよね。自分がそこに魂を込めたわけだから、そういうものをね、いくつ人生の中で体験できるかって。でもやっぱりそれはさ、1ヶ月や2ヶ月じゃ感動しないわけでしょ。やっぱり年単位ね、10年単位で一生懸命何かをやって、そしてうまくいこうがいくまいがね、もちろんうまくいけばいいんでしょうけど、うまくいかなかったとしてもね、一生懸命やっていればね、何かが来るわけですよ、必ずね、答えが。でそれがね、多分一番生きていく上で大事なことだろうというふうに僕はこの年になってね、はっきりと分かるようになりましたね。なのでもちろんね、刹那的なね、欲求や欲望がどうしてもあるのが人間ですから。でもそれを中心に人生を考えていてはいけないんですよね。だからもしね、若い人に何か伝えるとするんだったら、自分のゲームをしなさいということですよね。で自分がそれを決めて、自分で始めたゲームを自分一人でなんとか頑張って、孤独に耐えね、何らかの辛いことがいっぱい襲ってきますよね。でもそれでもね、魂込めて一生懸命10年20年とやってごらんなさいよってね。うまくいくかもしれないし、うまくいかないかもしれないね。会社作って潰れちゃうかもしれない、それでもいいじゃないですか。でも必ずね、何かが来るんですよ。でそれが大事なことなんですよね。だから人生、人の人生なんてさ、よく生きても100年も生きないんだけど、100年生きたとして何回その心が震える感動があると思います？20年かかる仕事がね、あるとすれば、20歳からやったとしてたった4回しか感動が来ないってことですよ皆さんね。20年に1回一つの仕事を極めたとしてね、20歳になって80年生きて100歳でね、あっち側に行くとして、たった4回しかないんですよ俺たちの人生って。ですよね。だからやっぱりね、20年かけてやっぱり一つの仕事を成し得るということが僕は大事だと思ってます。なので20年かけてね、やればね、うまくいこうがいくまいが、必ず何かを手にすることができるんですよ。だから刹那にね、魂を売ったらいかんのですわ。もちろんね、こうやって一日仕事すら夜になって腹減るしね、ゆっくり風呂入ってあーって、でビール飲んだらうまいかもしれないね。もちろんその積み重ねだからいいんですけど、それが最終目標ではダメなんですよね。そうでしょ。それはプロセスに過ぎないんですよ。だからそうやって毎日毎日ね、コツコツ積み上げていって、一生懸命ね、そんなの無理ですって多くの人に言われるわけですよね。私だって自分がね、8ヘクタールができる農家になるなんて1ミリも持ってなかったし、私のね、一緒に研修した人が誰もそんなことなんか思ってないですよね。自分が専業農家になれるとも思ってなかったし。でもね、一生懸命やってればわからないんですよ。この YouTube はもうちょっとチャンネル登録いくと思ったけどな10年やって今ここにいるんです私はね。あと10年経ったらどうですかね。
あと10年、10年後の、え、10年後2034年だっけ、私が68歳になった時に、皆さん私の YouTube はこれで20年経ちましたとね、と言ってこのある畑でね、むせび泣いたとしても、皆さんはそこに感動してもらえます？20年やってなんとか1万6000人ぐらいまで行きました。もう誹謗中傷罵詈雑言やめちまえとかって言われるんだよね。いいんですよ、言ってください。あなたには何の関係もないですね。私がやってきたこの気持ちがあなたに分かりますか？分かりゃしませんよ、ね、分かるわけないんですね。でそれでいいんです。本人にしか分からないんですよ、一生懸命やってきたこと。そうでしょ。でもね、あなたが感動すればそれでいいんです。俺は多分あと10年後ね、たかだか1万5000人ぐらいで終わると思います、私の YouTube は。でも俺は20年やったらね、多分何かはいただけるはずです、この YouTube でね。そう思ってやっておりますよね。よかったら皆さんもやってみればいいんですよ、20年ね、何かを。そうやってね、10年単位で何かをやっていくっていうことが大事で、でその意味では僕は農業はね、うってつけだと思ってますね。こんなにある意味ね、時間もかかるし、そしてなかなかね、手応えを持つのが難しい仕事でね、大変ですよ。向こうに行こうかな。よっこらせ、パーパーを貼りましょうか。ということで、これ撮影できてんのかな、こっちで止まってる。まあいいや、はい、ということで、春大根のね、6番手の種まきね、品種はトップランナーってやつですね、一つまきで、種をまいた動画でございました。はい、それではまた。